はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今三峰口駅に来てるんですが、今回この動画は関東の高額鉄道秩父鉄道線に乗ってきたっていうことでやっていきたいと思います。秩父鉄道、僕も何回か乗ったことがあるんですけど、まあ、確かに運賃が高い印象にあるんですよね。前三峰口と秩父をね、往復したことがあったんですけど、往復でだいたい1000円ぐらい取られた印象がありますね。1000円もするのに意外と距離が近かった記憶があるので、まあ、やっぱりこれ高額鉄道なんじゃないかなという気がします。じゃあとりあえず恒例の運賃表を見て、どれぐらい秩父鉄道が高額なのかを確かめたいと思います。三峰口駅の運賃表です。でこれを見てみると、秩父鉄道初乗りは170円ということで、初乗りはそんな高くないということなんですね。そこから見てみると240円、310円、380円ということで、結構確かに近場だと運賃の上がり具合が激しいということですね。で秩父まで乗ると470円ということらしいです。三峰口から秩父っていうのは 12.7 キロで470円ということなので、まあ、確かにこの近場で乗ると運賃に対して結構高いんじゃないかなという気がします。でちなみになんですけど、そこからさらに、まあ、よりぐらいまで乗ると800円ということで、まあ、ある程度遠くに行くと運賃そんな高くないんじゃないかなっていう気がするんですよね。で終着の羽生まで乗ると1050円ということなんですよね。三峰口から羽生までっていうのがなんと 74.1 キロもあるので、そんだけ距離が長いにもかかわらず1050円であれば、まあ、意外とそんな高くはないんじゃないかなという気がします。でちなみに運賃表、これ西武と東武も載っているんですが、これ同じ終着池袋なのに全然違うところに書かれているということですね。東武の方は運賃載ってるのに西武の方は載ってないっていう、これまた不思議な現象が起きています。でじゃあ今回は1日券で乗るので、まあその辺の運賃の問題はないということですね。急行も走ってるんですね。急行は別に急行券を買えば乗れるということで、ちなみに所要時間とかも羽生まで乗ると結構違うんですね。26分変わる、ん、あれ26分じゃない、いや羽生までがここ、あそうだよね、110-84って26だよね、合ってるよね結構変わるんだね。前の電車になります。お願いします。ということで来ましたね、元東急8500系です。でこの車両って秩父鉄道だと2本しか存在しないということらしいですね。ちょうど入れ替えやってます。じゃあ続いて車内を見ていきましょう。8500系、多分もともとここに東急のコーポレート、マークがあったところだと思うんですが、秩父鉄道のものになっています。じゃ乗っていきましょう。もう普通に8500系ですね。座席も多分硬いはず。あ、やっぱりザ8500系の座席って感じ。あ、でもちゃんとLED の案内がついているというわけですね。そうね、この列車熊谷行きなので、熊谷で一回降りてまた羽生行きに乗り換えます。お、番号7202ってことで、東急時代は8500系だったんですが、秩父鉄道だとまた形式名が変わるということですね。運転台とかはこれどうなんだろう、変わってんのかな、ちょっとよくわかんないけど、
うん、あでもあれだね、貫通扉はこれ完全に埋められてるんですね。4
終着熊谷に着きました。じゃ熊谷で、こちらの都営三田線の車両に乗り換えます。終着羽生に着きました。この羽生駅の駅名表ってなんか JR っぽい感じのデザインなんですね、で、まあ、こちらの都営三田線に乗ってきたというわけですね。でこの秩父鉄道っていうのは隣の東武伊勢崎線とつながってるというわけなんですね。おそらくこの先でつながってるかと思うんですが、まあ、この秩父鉄道っていうのは東武伊勢崎線と東武東上線をつなぐ結構重要な路線ということで、まあ、それぞれの車両がこの秩父鉄道を通して行き来することがあるということなんですね。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。